あっちゃんです。今日はあこちゃんとお出かけ、ラブラブお出かけってことでね、ミニストップで豊中いちごのパフェを買いました。では食べましょう。いただきます。はい。どう、おいしい？いただきます。あ、うん、ミニストップはアイスが美味しいね。チーズ、あ、一応凍ってんねや。いいな。なんか、アイスみたいな。介護してるみたい。かいこ。なおばちゃん。ひとみばあさん、ん、ひとみばあさんやって。何がよ。ひとみばあさん、あ、ひとみばあさん、あ、わっ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 、お姉さん、アイス食べますか。出荷者な感じね。あつみさんを食べたふりしてどっかでポイってしてるから太ってしまって出荷されたらあかんから。あ、これいちご入ってんな。いちご凍っててほんの美味しいね。こんま家で凍らしたイチゴ作った、カッチンカッチンに凍るね。こんなフローズンだね。おっきい頭痛なる。何でいける？結構イチゴ、底の方までイチゴめっちゃ入ってる。美味しいね。頭痛い。ちょっと気になってきた。冷たて、吐いて、はい、あ、うん、しばにしみる、はい、しみる、うん、確かに、うん、あのね、こうやってね、食べるの楽しいよね。しみてる？氷、氷じゃん、一応冷たいな。いちごがね、もうあんな凍っててね、もう冷たいの。美味しいわ。いちごジャムのとこもいっぱいつけた。はい。楽しいね、こうやってね。ラブラブってんの楽しいんだけどね。あこちゃん最近静かすぎんねん。なんで？あんまり主張せえへんねん。ジャムが本当に暮らし静かです。どこがや、めっちゃ喋ってるやん。喋ってるしょ、え、 あなたでしょって言われて、あんちゃんは配信者やもん、喋るやな、喋るやな。そこのいちごが濃いところ、いちごの濃いところをあこちゃんにあげましょう。多分もうちょっと美味しかったよ、うん、美味しかったよって思ったら違う。本当にね、今日はミニストップでいちごのパフェをいただきました。で、ね、まあ、こんな感じでいちごパフェを食べてね、で、
まあ、ちょっとカルッと休憩やねんけどもね、いちごパフェをいただいて、ちょっとこれね、ミニストップの方捨てていきます。ちょっと待っとってね。勝負を挟んだじゃん。うん、全身取ろうか。全身、ああ全身。ちょっとね、あつみさんのね、今日のコーデを、今日のコーデしよう。こんな感じ。これです。はい、よいしょ。全身コーデを取ってもらってね、今日はこんな感じでね、デート服です。はい。で、ね、ミニストップでアイスを食べてね、三ツ矢サイダーを飲みながらね、もう一つね、ミルキーラスクをね、さっきダイソーで買って、帰り道食べようかなと思ってんけどね、せっかくカメラ回っとるし、ちょっとだけレビューします。あ、こんなちっちゃいラスクなんや。ちっちゃ、ちっちゃいラスク。あ、これちょっとよ、よわ。待って、あったあったあった、待って。あ、下行ってしまう。どっか行っちゃった、まあいいわ。いいよ、探すよ。あんまりこっち来たら映るよ。頭の先っちょ打つわ。ちょっと、おいしいな。甘っ。ちょっと大きかったらいいな。うん、200円だと。今ダイソーで200円。はい、ということでね、まあラスクを食べて、ね、サイダーを飲んで、お家に帰りましょうね。だってデートでね、いろんなもの食べて、アイスを二人で食べて、美味しくね、楽しくいると過ごすっていうのも、じゃあありやと思うんでね、こんな感じで。ミニストップはね、いろんなスイーツがあってね、楽しいし、美味しいのが多いんでね。ミニストップはバニラが最高に美味しいんでね、私はよく食うんだけども。うん、だから、うん。でもね、ゴディバの、ゴダイバーの、うん、コラボもあってんけどね、この前、都内のだしになると思って。ミニストップからお家へ帰ります。ということで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。今日はあこちゃんと一緒にミニストップで、いちごのパフェを食べてラブラブデートでした。ではまたね、バイバイ。さあお家へ帰ってラブラブキッチンしましょう。